そもそもビジネスにおいて交渉というのは、通常オペレーションだと思ってください。交渉しちゃいけないと思いがちな人いるんですけど、ね、全然交渉なんていくらしてもいいんです。で、交渉、あんまりこっちが有利な交渉をすると、相手に嫌われるんじゃないかって思う人が多いらしいんですが、そんなことないです。もしそんな人がいたら、その人との関係どうせ後で揉めるんで、嫌われた方がいいと思います。そういうものじゃないので、交渉っていうのは。言うのはいくら言ってもいいんです。で、言って断られてもいいんです。うん、なんだよケチとか思うのも間違いです。それは自分がクソのだけですね。ビジネスっていうのは交渉するのが当然なので、いくらでもしてください。そして、もう一個。これ聞かれてないんだけど、俺に質問してよかったね。不動産の時には、弁護士を入れてください。不動産契約するときは。弁護士を入れるっていうのは、弁護士さんにただ相談すればいいだけです。できればまあ、顧問弁護士がいれば顧問弁護士。いなかったら紹介してもらってでもいいので、契約書を弁護士に見てもらわないとサインしちゃダメです。なぜなら契約書っていうのはビジネスの常識とは関係ないんです。なんかビジネスと法律が同じ常識で成り立ってるって僕ら思いたいんですけど、成り立ってません。法律とビジネスは全然常識が違うんです。だから法律の専門家じゃないと契約書は読めません。同じことが税務調査にも言えます。税務調査に入ってくるときに、例えば、顧問税理士がいない会社で、税務署が、例えば、急に電話してきてね、税務調査入りますけど、あさって行って大丈夫ですかとかって言ってくる税務署いるんだけど、いいですよって言っちゃダメですよ。2日間でなんか税務調査の準備できませんからね。顧問税理士に言ってくださいって言わなきゃダメです。で、顧問税理士がその時いなかったら、顧問税理士から連絡させますので、連絡先を教えてくださいって言ってください。そして、最初に顧問税理士の契約を結んでください。税務署が来る前に。待たしときゃいいんですよ。強制的に入れるのは国税だけですからね。税務署は強制で入れません。あれ、協力してもらわないと入っちゃいけないんですよ。勝手には絶対来れないので、来たら法律違反です。訴えてやればいいです。税務署員を。でも言いません。さすがにそこまでバカなやつは。大丈夫です。スケジュール調整しますのでお待ちください。顧問税理士から連絡させます。これがもう定型です。そして税務調査の前に顧問税理士と契約結んでください。正直に言えばいいです。すいません、今まで自分でやってたんですけど、税務調査が入るんで、ちょっとどうしていいか分かんないで、顧問税理士になってくださいってお願いすると、うん、分かりましたな、つって受けてくれる人がいます。世の中には。やってもらえばいいんです。で、それ相応の報酬は払ってください。税務署員に追徴金とか取られるよりマシです。じゃないと法律の専門家じゃないから分かんないんですよ。例えば税務調査2日間やりましたと。で、もちろん完璧な経理なんかしてないでしょ、皆さん、うん、別に悪いことはしてなくても、ミスとかは起きるでしょ。抜けとか、あとは取り違えとか、これは例えば接待交際費に入ると思ったけど本当は入らないとか、分かります？分かんないですよね。そんなミスなんて絶対あるわけですよ。で、それを、まあ、出世のに燃えてる税務署員だったら、今回指摘事項は、以上の5つありますけど、これ5つは事実ですよねってやられますよ。あ、そうです、つって。あ、そうですか。じゃあ、こちらに事実なのでサイン書いてくださいって言われるんですよ。で、書くとどうなるか。脱税犯になります。サインなんかしちゃダメなんです。ダメです。サインは断っていいんです。え、サインする義務ないですよねって言えばいいんです。でもそんなの分かります？だって事実なんだよ、この5つがミスってんの。で、皆さん素直だから、事実これ間違いないですよねって言って、本当だ、あ、確かにこれミスってたわっつって、ほら、そういうことだったんで分からなかったですって、間違ってましたって認めるよね。うん。したら、あ、認めたらサイン書いてくださいって言ったら、これは脱税ですって書いてあるんですよ、皆さんが知らない言語で。脱税って書いてないけど、脱税になる単語があんのよ。それは皆さんが知らない単語です。そうです、そうです。だからサインしちゃうんですよ。別に脱税って書いてないから大丈夫だと思って。でも脱税です。もう終わりですね。皆さん前科です。そういうこと仕掛けてくるやついるんで。なんでか、向こうは法律の専門家だから。
こっちは法律素人なんです。経済の専門家かもしれないけど、ビジネスの向こうはビジネスのことをやってるんじゃない。彼らは法律で勝負してくるんで、だからやっぱり専門家に任せなきゃダメなんですよ。だから税務調査だったら税理士が専門家ですですね。税理士の仕事って2つしかないので、決算書を作る、税務署と戦う、この2つしか仕事ありません。だから皆さんの会社の経理のアドバイスはしません。それは財務コンサルタント、別の職種なので。だからプロに任せなきゃダメ。不動産の契約なんて絶対にプロに頼んだ方がいいです。なぜならば不動産会社は9割が詐欺師です。いや、不動産業界にいるから知ってるよね。9割が大体騙してきます。詐欺師って法律に触れるかどうかは別だけどね。だからさっきの税務署員みたいなやつです。皆さんが知らないと思って不利な条件を出してきます。でも皆さんは勉強してないんで分からないんでサインしちゃうんです。まあ詐欺じゃないかもしれないけど、さっきの税務署員が詐欺っぽいなと思ったら、それあなた方が分からない言葉で不利な条件を突きつけて犯罪者にするっていうのが詐欺だなと思ったら、不動産屋は9割これやってます。合ってるよね。これぐらいのことは平気でやるんで、だって法律に触れてないから OK じゃん。そうでしょ。法律に触れてないことは犯罪じゃありませんから。犯罪じゃないけどあなた方に不利な条件を突きつけてくるのが不動産屋という仕事です。正式な取引なんです。勉強してないあなたが悪いんです。多めに払ってください。勉強してないから当然ですよね。っていうのが不動産業界の常識なんです。9割です。もっと多いかもしれないな。もっと多いかもしれないよな、本当のことを言って。9割じゃ言い足りないよ。 95% かもしれない。でも不利な条件をあなたに分からないに突きつけることは犯罪じゃありませんからね。これ利益を増やすアクションなんですよ。だからちょっと変な言い方だけど、焼肉まぶれでプラスのお肉をおすすめするのと同じレベルでやってきます。向こうはプロですから。別に犯罪っていう意識ゼロですよ。そういうもんだから、業界として当たり前なので。だからそれを払いたくないんだったら、気前よく払いたい人は全然いいですよ。どんどん書けばいいじゃん。払えばいいんだから、別にそんな問題ないよ。多めに払えばいいんだから。でも多めに払うのが嫌なんだったら弁護士さんにお金払ってください。少なくなります。どうせ払うことになるけどね。でもほとんどの人はケチだから弁護士費用が嫌で不動産より多めに払います。どっちがいいかよく考えた方がいいと思います。特に大きいお金の場合はね。やっぱ物件所得とか言ったら、まあ安くても数千万でしょ。普通億になるわけじゃないね。だったら顧問弁護士にこんなの頼んだって5万とかでやってくれますよ。安いじゃん5万の方がね。5万なんか焼肉まで追加で頼んだら行くんだから。そうでしょ。だったら絶対に俺は顧問弁護士を頼んだ方がいいっていう派なので、ぜひ物件の契約に入る前に契約書を読める人にお金を払うようにするっていうのがおすすめです。あ、今ズームで参加してるの馬がね。ぜひ契約、交渉するの全然 OK だし、契約するときには弁護士さんに書類をちゃんと見てもらうっていうのさえやれば全然 OK だと思います。頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。せーの、いいね。ビジネス力を学び続ける、磨き続ける、長期的に成長したい人にぴったりなオンラインサロン、それがカモビズです。カモビズで仲間になってビジネス力を高めていきましょう。いいね、いいね、いってらっしゃい。